お疲れちゃんストラットです。今日はですね、新環境のメガナイトウォールブレイカーやっていきたいと思います。ということで、デッキがこちらですね。はい。なんとね、ギャングですよ。はい、ギャング。強化されました。やりゴブがね、1体増えましたね。5キロ6体の、ゴブギャンをね、入れました。こちらですね。まあなんか今までも見たことあるような、見たことないような、似てるっすね。はい、基本同じです。で、プリンスの枠なんですけども、これ言うのでもいいです。はい。どっちでもいきます。うん。より高回転がいいな、みたいな。っていうのが言うので、まあ、プリンスだと、もうメガナイトプリンス組むだけでね、強いんで、まあ、使うならこっちの方がおすすめかなっていうのはあるので、今日ちょっとどっちの方も、はい、やっていこうかなと思います。で、このギャングがね、めちゃくちゃいい点が一つあって、このメガナイトオールブレイカーね、やっぱ呪文がザップだけなんですよ。だから、言ったら相手のゴブリンバレルとか、まあ、枯渇相手ですね。対枯渇に対して、やっぱゴブリンバレルの受けっていうのがこう、渋いわけなんですよ。それもギャングってゴブリンバレル完封できるんですよ。そうマジでなんかタワー飛んできたなと思ったら後ろからこうギャングを流せば基本的に完封できます。はい、まあ、相手のゴブリンバレルの位置とかタイミングがなんかすごいずれたりするとわかんないですが、まあ、基本的にはもう本当に飛んできたなぐらいでもう後ろから出せばすんなり完封できるんですよ。っていうのがやっぱこのザップだけで枯渇に対して厳しいっていうところをカバーしてくれるんでめちゃくちゃいいですね。さあタルメガゴはもう5レーっぽいですね。トルコの天才さん、トルコ人なんならタルも使ってギャング追加まで行きたいですけどね。うん、さあおー来るな。さあまあタル使ったよな。さあゴーレムちょっとできるだけ溶かしてほしいですね。あれ耐えました一応。いる今のザップ。やべえこれでおられんのマジで持ってねえな。下手だな。うんまあキングおりますか。5例5例真っ向正面まあワンチャンあるけどプリンスなんでキング行った方が手っ取り早い気がするので。うんよいしょ。これマスケいくと多分防衛ライトまでされそうなんで相手がユニット出し合う。うわそれやばい。防衛ライトとかないかも。いや神延命ぶっ刺しぶっ刺しであ終わりましたね。おいさあギャングでしかもゴーレム守れてんのも強いですね。これを守られてたとしてもね。さあということで、まあ、対ゴーレムとか、まあ、対ラバも意外とあるかもしれないですね。やっぱ真っ向正面からね戦うとやっぱ不利なわけですよ。そうなのでただただ逆をぶっ破するっていうライドラのターゲットはディガーで取れてたのもねあれはでかかったですね。さあというわけで続いてやっていきましょう。いやプリンスだから強いんですよね本当に。メガネとプリンス組むだけで相手のなんかユニット全部突破しちゃうんでザップ打つだけでコウモリ遅れて追加して、まあ、相手がね呪文ウッドとかタルキを使ったらギャング追加。このギャングとかをね相手がウッドとか使うまで待っとくっていうのがやっぱ大事っすね。ザコカッちゃんこれマジでよいしょ。おいちょっと遅いかなぐらいのタイミングでもねギャング優秀くんでしたね。耐えてくれました。まあ枯渇に対してはプリンスよりもユーノの方がいい気もするんですけどまあまあまあいいかあんま変わらんす。さあまあこれはメガナイトマスケの方が強いですね。さも合わしちゃって、渋いっすね、このしかもアイスピ準備されてた。まあまあまあ、ここは無理せず。さあ、ずるいですね、なんかこれこっちがね、目がないともない、なんもないからっていう、ちょっとずるだったんですけど。お、なんでそっち行った、プリンス。今ね、キングじゃねえ、プリンセスタワーに直線で行けたと思うんですけどね。プリンが可愛すぎたんだろうな。相当エロかったってこと。さあまあ、最悪めっちゃ来たらメガナイトで踏めばいいんで、あんま自分からメガナイト展開したくないかな。どうだろう。これ美味しい。内側でナイトまで持っていける。高めインフェアやだね。うん。いやマジギャング優秀。ウッド使ったんでね。でギャングインザップ。よしよしよし。いや、いいよいいよいいよ。入ってる。マジギャングが強え。とか言ってギャングで受けないって。いやもうギャングでよかったよね今絶対。持ってねー。ああ、相手はマジで早すぎ。準備今度前だ。さあ、影の位置です。影の位置です。まあ、クララは6年ぐらいやってるとね、相手の影の位置分かるようになるんですよ。たまたまか。やべえ、変なジャップした。やべえ、めっちゃギャングされてる。まあ、攻めウッドとね、うわー来たっすね、ロケ削り。やっぱディガーで削るしかないですね、僕は。さあ、ロケ。いや、いい帽子すんな。それやりすぎじゃないの。インフェマジ強すぎてやべえな。ミスってられてる。やべえ、それタイブレイクだ。いやマジギャング強え。ゴールブレイカー。うわー、マジかよ、強いわ。いやギャング嫌だったな。結果ギャング嫌でしたね。その俺もギャング使えるけどさ、相手もギャングいんの嫌でしたね。うん、ディガーを毎回ギャングで拾われてたな。あれ、良くないっすね。ディガーの飛ばす位置、もうちょっとね、みんなもいじくっていきましょう。もうディガーで飛ばす位置ってあれ、9パターンぐらいあるの ?12 パターンぐらい。なんかめっちゃあるっすよね。そう、なので、やっぱ毎回ね、できるだけ変えていかないとね、綺麗に拾われてましたね。さあ、ちょっとね、U の型でやっていきます。さあ、来ました。エリゴレの民です。いや今の環境幸せだろ絶対マジで。エリゴレ環境とか関係なしにずっとエリゴレ使ってる人っすねこの人。一生エリゴレ。さあババコやエリゴレ完全時代っすね。そしてメガナイトはエリゴレがやっぱね嫌ですけど、ユーノじゃなくてギャングでよかった。さあ型がファイボ型ですね。トルネファイボのベビーライドラ的な方ですね。うわこれ来ないんだ。うわやばトルネ。ああトルネも使ってこないんですね。これメガナイト残りそうなんで早めにリガ行ってメガナイト延命してあげる。ちょっと受けきつそうだけどババコやさあきついらしいあーおしゃれですね。トルネファイブ使ったんで、てか呪文がないんでユーノコウモリとかユーノギャングもめっちゃ強いですよこれ。まあコウモリかな、ババコアがもし間に合った時とか。さあ序盤きつそうっすね相手。これ無視してこようとしたらリガーつなげてましたね。前なんかメガナイト日本で一番うまいそのフィリッタンってあったんですけど、そうそのミリ残りのコウモリとかマジでミリ残りにリガーつなげてコスト咲かせますっつってたんで、それをね僕も意識して。よいしょ。さあきついぞ1本すくとる。いやーこれ守れんのかな。めっちゃ止まるな。でもライドらしくいいね。やっぱこの U の結構いい味出してるっすね。相手これ守んなきゃいけないから。チビチビスタイルの俺には U のが結構いい味出してる。さあ諦めたかなこれは。さあエリゴレに勝てるのはマジで熱い。なんかエリゴレとかに今勝てて、なんかちょっと勝てそうな高回転逃すっすね。おキットキットだ、懐かしいね。なんか昔は世界一の枯渇界って言われてましたけど。さあズル。さあまあこれにはユーノの方が絶対いい気がするが、ギャングがちょっとね多いっすね。やっぱギャングめっちゃ強い説あるよなマジ。盾の戦士ゼロです見ないもんマジ。みんなギャングになってる。インフェで拾ってくるんですね。いやーでかいでかい。いやマジユーノでかいな。さあプリンス型とユーノ型なんか微妙な位置だな。さあまあこれケツメガでいい気がするな。マスケだとロキ打たれちゃうんだね。いやここの許容がさ、サタめっちゃ痛い。いやウォールブレーカーまで行っていい気もしたか。ゴブリンバレル防衛早いっすね、対応が。いやマジギャングめっちゃ多いなこれ。ギャングめっちゃ多いんだけど。ああこれうまいっすね。で手前か。さあこれちょっと反応が遅いのもあって結構ダメージ打っちゃったっす。さあ1177めっちゃ遠いっすねあれ。いやでもあれでも言うのがめっちゃ頑張ってる。あれなんか勝てましたよ。いやまあ、ディガーを今裏に飛ばさなかったんですよね。それ良かったですねたまたま。うん、あとはユーノの方がやっぱ枯渇とかにはね勝ちやすいかなと。プリンの受けとかがね早いですね。さあよろしく。ベンチョおドリル来た。このドリルとかに対してもマジでギャングめちゃんこ優秀っすよね。よいしょ。しかもドリルデッキとかには基本的にザップとかは入ってないんで、まあキテウッドか。キテウッドなんでね。やりゴブぐらいは残りそう。さあ、エレキのドリルはトルネ持ってっかな。あー、でかい。さあ、マジアチャワンちゃん。ジョスケー。まさかの、全然、2個ぐらい前の巨助ドリル来たっすね。おおこれ飛んでくれんじゃね。メガナイト爆弾を避けろ。飛べ。あそんな飛ばない。やべえザップとか下手だな今日。まあ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 。さあキョスケドリルのまあ呪文がトルネタルって感じかな。施設はなさそう。もう入るんじゃない。さあまあメガナイトはキョスケで受けられちゃうので、まあユーノのダッシュディガーの削りかな。それぐらいじゃないと差がつかない気がしますねこのマッチアップは。ギャングでいかに拾えるかも大事だなと。うんエレキか。うわーそうだよな。もったいないですね今のボールブレイクは。エレキ落としたいよの流れだったんだよね。ギャング強え。危ね。ヤクザされてる。エレキ、いやでかい。なんだろう、あー、そこまではいけないか。さあファルチェ、怖え。サイド変えるか、これもしかして。いやもう帰れんよな、こんだけ削ったらこんだけ削って帰れるやつねえよ。お、なんかザップでゴレナイ止まった。あいついいやつぎんザップでゴレナイ止まるなんかあんの、めっちゃいいやついた。いやしかも、いや惜しい。ここでもうディガーの削りに行っちゃうっていう。ああ、それマジでやばい。せっこいなトルネードリルは相変わらず。マジで杖が勝てそう。トルネ使いたいよねと思いながら、あ、これはもうおしまい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 オブおしまいで。いやゴレナイ出して強っ、待って待って待って、切り抜けすぎだろ絶望。さあこれにも勝てるメガナイトなのに。いやでもギャンが優秀でしたね、単純にドリルの拾いがね。そないそう。さあギャングが結構いい味を出してます。なんか全体的に多いイメージあるですね。さあ工場ってことはペッカとかかな。ペッカとかにもギャングが入ったりする時期はね、ある時はあるんですけど、入ってないのかな。多分エレキギャング吹き矢みたいな構成なんですよね。にはなってはないですね。でも多分マジアチャ吹き矢でなんかの枠がねギャングなんですよ。ゴーストかな、いや、言うのかなわかんねえけど。たまにあるんですけど。すぐケツペッカーしてる。さあ、ペッカの受けでギャングがいるのはでもちょっと優秀。だんだん工場の受けでも優秀だな。あれ結構いいな。さあ、もうこれは別に全然ペッカーオールブレーカーで釣れるんだ。甘えてね。うん、いやもう相手なんか甘えまくってめっちゃダメージ入ってるぞ。そうでかい。あのダクプリはザップだけで止まりそうですよね。止まってくれ、うん、いや止まらんのか。この右残りコウモリを生かすでザップだけで終わらしたいところをユーノまで追加してもう1枚。うい、さあ完璧すぎるユーノくんでウォールブレーカーも追加してあげて、プリンがユーノ殴ってるんでこれはうえい。さいよペッカをボコボコにしてる。ギャングめっちゃ優秀だったな今。うん、さあもう逆いっちゃう。まあ守るっすけどねこれ適当に。守れねえのか。ああライトニングなのか、新しい。ペッカライトニングってマジ珍しいっすね。もう一つ入ってよかったけどな。さあライトって分かったので、まあ、なんかあるわけじゃないけど、まあ、踏めばいいか。普通にメガナイトもいたわ。でここの工場はギャングじゃなくてマスケ許容でいいですね。右側を警戒して、一発おい入れてよ。さあ400が近いようで遠いっすよね。入ってる。危ねえ。ぶっちぎり負けやん。いやでも正解はキングも行かずに丁寧に相手のユニットに対して合わせて守ってけばよかったですね。最後僕もう削りたくてしょうがなかったっすよ、はい。さあということでこちらのメガナイトオールブレイカー、まあ、言うのはねプリンスでも全然いいと思います。まあ、高回転に勝ちたいなら言うので、大型の防衛苦手ならねプリンスといった感じでちょっと使い分けてみてください。結構ギャングはねいい味出してたと思います。よければね、チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。